皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月24日日曜日です。はい、ということでですね、そう、おなじみね、堤防ハイノード、堤防ハイノードですね。もうほぼハイドにまた戻っちゃってますが、はい、ここにやってまいりました。そう、まあ、前回ね、まあ、竹ゾーンを突破して去年ですね、はい、去年突破して、でまたね、まあ、雨やらなんやらでもうこの竹やぶが近くあるからどんどんこれが倒れてきちゃうんですよね。うん、まあ、突破して、でまた今年になって倒れちゃって台風やらなんやらで、でまた今年ね再開拓を進めているというところですね。まあ目的としてはイノシシの忌避が目的だったんですけれども、まあちょっとねここ忌避、まあ、正直もうできてないような状況なんですが、やっぱりね道が通ってないと、まあ、忌避効果もゼロじゃないと思うんですよね。でかつね、ここがもし犬のお散歩コースにね選ばれてもらえればね、地域の方からね、またやっぱね、あの昔頭がいい放し飼いの犬とかいたじゃないですか。今あんなのいないですからね、それも一因としてあるんじゃないかな。はい、でまあここら辺までね来たので、ここから先もう一度行こうと、でここでエンジンをかけてやっていきます。では早速行きましょうかね。でうるさくなるかと思いますのでご注意ください。でちょっとね GoPro ね首掛けで行くんですけれども、もしかしたら画角が合わない可能性がございます。ちょっとそこについては、ね、申し訳ございません。ちょっと気をつけながら行こうと思います。画角を意識しながらね。それではエンジンかけますよと。はい、強力リコイルは気をつけながらね。はい、キュポ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 、はい、チョークは締めて、よいしょ、こんぐらいでかかりますからね。よいしょ、はい、ね、かかりますので気をつけてくださいね。私はもう今ね RME2500 じゃないですけれども、これの前の方ではねリコイル3個使いました。ちょっと祖父のね仮払い機が壊れたので、もう私の仮払い機ね RME2500 は軽かったので祖父の仮払い機になりましたが、はい、私はこの 26cc を使っておりますと。よいしょ、で、はい、仮歯もね買いましたよ、新品ナフコの2000円。はい、みんな大好きナフコですね、ペイペイが使えるナフコで、ナフコで買った5000円のノコギリね。はい、これでやっていこうと思います。で、あの杉の木までいけるかな。でもあの杉の木生ですね、杉の葉っぱが青々してるので映ってるかな。ちょっといつもはね画角を低めにするんですけれども、上の方の葉っぱ切るので高い方がいいかもしれませんね。よし、ちょっと今日は画角高めでいきます。うまく映らなかったらすみません。あ、痛い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 、茨が痛い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 、足元、先週切った茨が痛いですね。あ、どうしよう、ノコギリちょっとスウェットに近いような作業着で来たので、ノコギリは置いとこう。よし、それではやっていきます。あ、ジズライザーも取ってきました。あのジズライザーの低いタイプにしてます。はい、安定版ですね。あー、いい、早い、早いですね、さすが新品。早いぞ。早
をね無駄に消耗しないために切った竹はもうしっかり足で押さえると。いいっすね。だいぶ寒くなってきたので蜂もねいないような気がしてます。いい、早い早い早いけどすごいな、すごいでしょ密度が。今日はね、まあ、ここ突破とは、まあ、突破とはいかなくとも、まあ、密度を下げるようなね、どこから手をつけようかな、もうちょっとずつだな。キックバックがすごいです。この下に行くとね倒れてきても危ないですしね。杉の木がね太いんですよ。ちょっとさてさてどうしたものかな。さてちょっと引き目に戻りました。あーちょっと考えてます、どう行こうかな、まあ、少しずつ視界をクリアにしていこうか。けど、あの切ったカスが全部自分に来るんですよね。下から切るとそれが嫌なんですよね。やりづらいな。下から切るとキックバックも自分方向ですしね、嫌ですね。逃げながらするか。あー難しいな。すっきりしてきましたね。もうなかなか迷った時はもう少しずつ少しずつですね。皆さんもね開拓する際はね対象のものが大きいとね本当あーと思考停止しそうになるんですけど、まあ、そういう時こそねちょっと、はい、気持ちに余裕を持って少しずつ進めるとねやりやすいんじゃないでしょうかね。ぜひ開拓する際は試してみてください。
首の毛を支えてるであろうと倒れた竹を今ね処理しているつもりではあるんですけど、女の子が落ちてきたら私もひとたまりもないので、まあ、恐る恐るかな。逃げ道は確保しつつですね、逃げ道は、はい、ちょこう杉の木がやりますね。どうしようかな、竹がまとわりついてるんだよな。これ突破すればそこまであとはなさそうなんですけれども、もうほぼ竹は撤去しましたね。今ねだいぶ視界クリアでしょ。となるとなんだ、枝を打った。細い枝ならなんてことないですね。まあ杉もそこまで硬い木じゃないですしね。すっきりはしてきたけど、すっきりはしてきたけどな。すっきりはしてきましたが、いやー杉の木のね幹がある部分が非常に高いんですよ。どうしようかな。あぶら下がるのはもう嫌だしな。ちょっと向こう側行ってみるか。立ち割りないよね。今向こう側、あこっち側は割とすっきりしてるな。あそして狩り場の目的に切りやすい。あ
あ、こっちから撮れてよかったんだ。なるほどなるほど、場所変更は正しかったですね。私は知ってますよ、作業がはかどるときはね、危ないですよね。おお、はかどるはかどるはかどるぜ。すると自分が帰れなくなるな、ゴミで。でもこの杉の木が見えるぐらいまでになしたいんだよな。
ぞ。刺さったな。くそ。よいしょ。はい。お。やっぱこういう細いぐらいの竹の増木だったら。チェーンソーもいいのかもですけど、このチップソーも捨てたもんじゃないですね。どうです？見違えたと思いませんか？はいはい、なんということでしょう、なんということでしょう、このね杉の木。はい、あと疲れた。杉の木ね、うわ、あと木くずが目に入って、はい、この杉の木をね囲むように生えてた竹もなんとこの通りですよ。向こう側が見える。やっぱり一度開拓してるのでそこまで地面はひどくないですね。ちょっとただこの残差たちは本当今度スライドまで来ないとな。残差を燃やするしかないな。うん、ですけれども、この杉の木ですね、問題は。これがちょっと高いところにあるので、またちょっと作戦を考えてね、来ようと思います。今日ちょっと疲れたので、はい、この辺にしておこうかな。うわ、頑張った。やっぱいいわ、竹刈り場。まあ、安いの買ったんでね。一応ジスマークがついてるやつです。はい。ハトビはしてないな。結構、まあまあ、むちゃくちゃ使ったとはいえ、短時間でしたのでね。ハトビはしてませんけれども。まあ、こういうところをね、刈らないといけないっていう方はですね、まあ思い切って2000円ぐらいのね、出費をして、まあ1日、作業するのが1日とかだったらですね、チェーンソー買うのももったいないでしょうから、まあ、これとノコギリと思ってね、竹ぐらいなら本当今みたいな感じでスパンスパンね、まあ、もちろん今乾いてたっていうのもあると思います。はい、乾いてたし、その太いなんていうんですかね、あの、あーやべ、足長バチが後ろにいる。ちょっと撤退、すみません、撤退します、撤退します。やばいやばいやばい、僕は何もしてないよ。撤退、やばいやばい。なんか最近蜂いないなと思ってたので、もう完全に油断してました。普通に蜂飛んでた今、怖っ。まあでも警戒飛行というよりはちょっと離れたところ飛んでたので警戒飛行だったのかな。はあ、まあまあまあ、とりあえず、うん、杉の木がね見えますね。あそこにもたれかかってた竹は全部処理しましたので、はい、よかった。まあね、竹刈り場おすすめです。はい、気になる方はね、ぜひ竹刈り場の宣伝じゃないんですけどね、まあ本当人によると思うんですよね。チェーンソー買うまではなーっていう人いらっしゃると思うので、まあ、ノコギリと竹刈り場をね買えば、まあ、まあ長い期間で見ればチェーンソーのランニングコストと変わらないんでしょうけれども、まあ
突発的なのだったらね、そのぐらいの出費でもいいのかなと思うので、あんまりやらないよって。私みたいにね、そのチェーンソーあんまり使う機会、まあ私は新品のチェーンソーを持ってるんですけれども、はい、探せばありますどこかに。はい、そんな感じなんですが、はい、探せよと思われたかもしれませんが、いやいやいや、すみません、すみません、はい、こんな実践的なところで初めてのチェーンソーできません、はい、怖いです、はい、私結構ねビビりなので、本当ね、ちゃんとさっきもキックバックしないように角度とか向きとかかなり考えてしてましたが、力の入れ具合とかね、はい、もう本当ねビビってるぐらいがちょうどいいと思うので、こういう機会危ないのでね、はい、もし開拓とかされるよって方は気をつけてされてください。でまたね、ちょっとこの冬で通したいなと思ってるので、ぼちぼち時間見ながらですが、はい、頑張っていこうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。